本当にこの舞台おそ松さんに出演することができて本当に嬉しいです。選んでいただきありがとうございます。支えてもらうところは支えてもらいつつ、引っ張れるところは精一杯引っ張って引っ張れるように頑張りたいと思います。精一杯、クズになりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。唐松役の大野博之と申します。このたくさんの人のいろんな思いが込められていると思うので、この責任を持ってですね、全力で楽しんで演じていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、チョロ松役の杉崎真宏です。今日から千秋楽まで、全力で、楽しんでいきますので、最後まで、皆様よろしくお願いします。そうですね、まあ、いささかやっぱ人もたくさん関わってますし、プレッシャーもみんなそれぞれ大きいと思うんですけど、まあ、稽古場で滑った分本番で受けるときっとね、思いますんで、ここにいる仲間たちの前ではちょっとダサい姿とかを見せながらみんなで頑張っていきましょう。今度はよろしくお願いします。お願いします。中始末役の中村ミントです。右も左もわからないんですけれども、精一杯頑張りますので死ぬ気で食らいついていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、チョロ松役の本間和樹です。精一杯皆さんに助けてもらいながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前作を超える気持ちでみんなで協力し合って、このカンパニー全員で、ステージを乗り切れたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。これだけのスタッフさんに、支えられながら、これから稽古が進んでいくと思うんですけど、本当に先代の、キャストの皆さんがこうフルで変わるということは、そのプレッシャーも抱えつつも、そのファンの皆さんに認めていただけるような、キャストでやっていかなきゃいけないなと思うので、僕自身も全力で頑張らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。全力で食らいついて、なおかつ本当にお客様に楽しんでいただいてなんぼの舞台だと思ってますので、全力で僕たちも楽しんで僕も楽しんでいきたいと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。 S6-1 松役の磯野太郎です。全力で最後まで楽しんで務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。いい意味で殻を破ってこのカンパニーでやれる多分プレッシャーってものすごくあると思うんですけども、そこら辺もこのメンバーで乗り越えつつ、そして先代の愛したものをより愛して殻を破っていきたいと思いますので、最後の最後までよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。 F6 のトドマツを演じる松本ゆきです。初めての舞台となるんですけど、支えてくださってる皆さんのに応えられるように全力で頑張っていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。おはようございます。トドマツ役の大谷です。こんなに応募的に舞台上でぶっ飛べる舞台はなかなかないなと思って、本当にこの日を楽しみにしていました。ぶっ飛びつつ、気を引き締めるところを引き締めつつ頑張っていきたいと思います。稽古本番とよろしくお願いいたします。そうですね、先ほどから皆さんおっしゃってますけど、まあ、やっぱりファーストシーズンがすごい人気作品だったので、まあ、自分も世代的にはファーストシーズンに知り合いが多くていろんな話も聞いてて、そしてセカンドシーズンやるってなってこの立ち上げに関われたことは嬉しいなと思ってます。まあ、正直超えるとか今は意識してなくて、本当一つ驚かせたいなと思ってて、でやっぱ皆さんいろんなところで活躍されてると思うし、いろんなもの持ってると思うので、もう本当このカンパニーだけでできることやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。チビタ役演じさせていただきますカイトです。ちょっと経験はないんですけど、パッションで気持ちでドンズバンと食らいついていきますので、何卒よろしくお願いします。お願いします。舞台が決まってからこの日をすごく楽しみにしていました。私自身初の舞台ですごく緊張していますが、皆さんと仲を深めながら素敵な作品ができるよう一生懸命頑張ります。いや、しゃべらせてくれ。お前からやろ。絶対お前だろ。お前からやろ。絶対お前だろ。顔合わせ終わりました。写真じゃないの。そう、顔合わせ終わりました。イエーイ。始まりました。どうでした？どうでした？始まった何がやった？どうだった逆に？緊張しました。緊張した？全然緊張してなかった。やっぱりいつものこういう感じじゃないじゃん。じゃない。もう確かに、めっちゃみんななんかかしこまってさ。いやマジでみんなちょっと温まりきってない感じ。いやそう。人も多いし。序盤な。でも温まってたでしょ？温まってない。一緒に頑張る。最初からもう最初からグループでさ、金松よろしくなみたいに言ってたけど。
本当に、まあ俺スタートだけど、みんなだから全然カラマツじゃないじゃん。違う違う違う、目が近くていいだろ。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 カラマツキどうだった？カラマツキどうだった？どうでした？楽しかったです。はコメント薄あってるね。前出てくんなお前これからね、決まるからね。はい、という感じでね、こんな感じでわけやられてね、頑張っていきたいと思います。あごめんね、ごめんごめんじゃない。じゃあ最後、え、楽しかった楽しかった、全員楽しかったしかない。楽しかったね。まあ非常に楽しく本読みさせていただきました。はい、ということでじゃあ締めてもらって。はい、これから稽古が始まるんですけど、本当にね、皆さんとね、笑顔を作ってね、笑顔をね、笑顔を作って。お前ね、いいこと言おうとしても言えないから。いいこと言わなくていいんだよ。いや、締めろって言われたら締めろよ。初めて締めんだよ。はい、じゃあね、じゃあね、じゃあねは締められん。無理。あれで終わって、じゃあねってこと。終わってくれたのが早く早く締めてください。じゃあね、じゃあねー、バカ野郎。マジでみんな緊張してる。どうした？普通だよね。どうした、どうした？今日2回目ましてだもんね。そうそうそう、2度目ましてね。記者会見も記者会見もね、六つ子は取材とかいろいろ何回かあって重ねてるからね。俺らまだね、あれぶりだからね。2回目ましてとはいえよ、みんな緊張してるじゃん。ずっと緊張してるじゃん。俺今日ね、ずっと緊張してる。え、だって顔変わりました、なんか痩せたのに。痩せたのに。本当にちょっと痩せて、髪型もちょっと前髪作って、細松カットでやらせていただこうかなと。はい、どうでした、どうでした今日読み合って。いやでも本当に素で笑っちゃう部分とかたくさんあって面白かったね。本当に面白くて、今後がムツゴがもうムツゴだったもんね。そう、面白すぎてすごくて、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 すごくて。どうだった、読んでみて今日。いや、F6 はとりあえずもう立とう、立とう、なんかね、立ちたいね。原作にもほとんど出てこないし、本当舞台で育て上げられたキャラなんで、本当にこれからどうしようっていう。そうね、そうね、いかに自分たちで作っていくかが大事だなって思った。遊ぼう、それ敬語でいっぱい遊ぼう。挑戦挑戦挑戦していこう。ムツゴで出せないような空気感を俺らで出して、キュンキュンさせ、かつお笑いも持っていく、その姿勢で頑張っていきましょう。行きましょう。ゆうきくん何も喋ってないですけど、どうですか。ねえ、言わないでください。気になるじゃん、松本ちゃん。いや、F6 のトドマツがすごいかっこいいんで、僕もかっこよくなれるようにここで頑張って稽古していきたい。いやでもまんまだったよ。え、かわいいよ。かわいいから、かわいい。キューティクルハートあげちゃいます。あ、それカメラにやって、それカメラにやって。俺ら嬉しいけど言わないで。ハート、ポイポイ、ポイでした。はい、F6 からは以上ですかね。以上ですか。そんなに話すネタないですから。もうこっからだよね、なあ、タイが。あ、よろしくお願いします。まだ緊張してるなあ。なるべく喋らんとこと思って。喋れ喋れ。かっこいい、もう王子様みたいな格好してるじゃないですか。一番意識してるじゃん。撮影するって聞いてたから、バチバチに決めた方がええんかなと思って。いや、かっこええ、めちゃくちゃええ。あんまりみんな、ちょっとラフな感じで、確かに間違いな感じ出てますけど。いやでもね、ステージ立った時はみんなプリンスならなきゃいけないから。そう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 、頑張りましょうね。頑張りましょう。パフォーマンスもありますからね、俺ら。そう、楽しみ、期待しててください。バッチリ紹介しましょう。では僕たち以上、F6 でした。バイバーイ。ありがとう、ありがとう。はい、応募者大弁です。はい、今為替が終わって終わりましたね。終わりました。まあ大爆笑取ってたね。いや、取ってない、取ってない、取ってないです、取ってないです。あれ、急に知らないエピソードが増えてますけれども。また椅子転げ回ってこうやって笑ってました。すごかったね。誰がですか、誰が。そんなことは何も起こってないですけども、本番はね、みんなもう椅子からひっくり返るぐらいの笑顔と大爆笑が返ってくるといいですね。いや、素晴らしい。ほんと初舞台でしょ、二人は。もうちょっと人が多くて緊張している感じなんですけどね。でもすごい、皆さんが本当に和気あいあいとしてたので、その場にこうスッと入り込めたらいいなって思ってます。はい、忍びスタイルで。忍びスタイルでどうでした。いや、あ、見たままやってなりました。今までその前作拝見して見てきて、で今日稽古で皆さんのお声聞いて、うわっ、
もうなんか本当にキャラクター通りだなって思って、まあ今日本読みなのでまだまだこれからね、この稽古で変わっていくと思うんですけれども、まあ、自分もっと頑張らないとっていうのをすごく思いましたって感じです。はい、はい、以上です。以上です。ということで本番を楽しみにしてきてください。はい、お願いします。お願いします。